昨年8月に開催された東劇ゼロセブンファイナル。大会初日、ソウルキャリバー3決勝トーナメント。強豪ひしめくこの大会で全国の格闘ゲーマーたちに一躍その名を轟かせた一人の男がいた。さあ、じゃあ意識が済んだところで始めてもらいましょう。大丈夫？行くぞ！レディーゴー！その男の名はイザベラ・ネオ。イザベラ・ネオ、難解なコマンド投げ、クリミナルシンフォニーの最速入力にこだわる孤高の IB 使い。最後にクリミナル、さあダメージ、おっと最後にクリミナル、これはすごい。さあ見られるとパワーを発揮するイザベラ・ネオが勝利です。プレースタイル、みなぎる自信とパフォーマンス、ストイックにソウルキャリバーと向き合う姿は観客を魅了した。すでにキャリバー界で注目されていたイザベラ・ネオは東劇ゼロセブンの優勝候補に数えられ、評判通りの実力で順調にベスト8まで駒を進めていた。さあ、これよりこの2名の選手が戦ってくれます。それでは戦いの前の意気込みを一言ずつ教えてください。この場に立ったけど、ここの場に立った以上、絶対勝って運命掴んでやるよ。しかし、画面に戻る、ちょっとダメージもらうが、まだまだ体力は半分。さあ、一瞬打って、おっと積み上げた、おっと積み上げた。最後は技を誘ってぶち上げてきた戦時節下の勝利です。節下使いの強豪北千里に三立てで敗退。そして月日は流れ、2008年3月、今画面見てない、できた。エンターブレイン社内イベントスペースで一人黙々と練習を続けるイザベラ・ネオがいた。なぜ？イザベラ選手の持ち込み企画だと聞いたんですけども。まあそう、まあそうですけど、うん、最初は、うん、就職がそろそろ近いみたいな話で。そうですね、はい。気になるのはキャリバーから結構離れてしまうんじゃない。武装選手の力を決勝秒だ。スペシャルゲストをご用意いたしました。北千里選手よ。アマミだ。はい、よ
くる。お休みの時に、くっつりと怒ったか。あ、いい、休憩だ。休憩しましょう。この間俺、ちなみに、俺も僕が限界です。自分に納得いかない。イザベラネオ24時間耐久マッチ次号攻撃魂に収録。眠れない夜を頑張るよ。